一昨年昨年に引き続き今年も台北中日代表賞は毎日新聞社の協力により札幌雪まつりに台湾の表情を出品いたしました。今年は台湾高速鉄道台北101ビル国立故宮博物院を紹介しています。寒いですねそして台北市にある国立故宮博物院は世界でも有名な博物館で、今年はいよいよ日本で初めての特別展が開催され、日本にいながらにして翡翠でできた白菜や豚肉の角煮そっくりの石などを含む数多くの故宮の塩を鑑賞できます。今回の札幌雪まつりのイベントを通して日本の皆様に改めて台湾の魅力を知っていただき、日本からより多くの人に台湾を訪れていただけるよう願っております。この台湾をテーマとする表像もこれで3年目となります。今回のこの故宮博物院、この大表像、本当に迫力満点です。道民の皆さんがさらに台湾に関心を深め、これから台湾をご訪問したいというふうに多くの皆さんが思うことになると思います。この雪まつりが多くの皆様方に楽しんでいただいて成功裏に終わりますことを心から記念をして挨拶とさせていただきます。お越しいただきましてありがとうございます。それではテープにハサミをお願いいたします。